皆さんこんにちは。システムエンジニア入門です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は今年1月27日に IPA から発表された2020年の情報セキュリティ重大脅威について解説していきます。2020年に起こった情報セキュリティの事故や攻撃を振り返って、2021年サイバー攻撃や情報セキュリティの事故に備えましょう。まず、昨年の重大脅威を紹介する前に、情報セキュリティについて注意すべきことを3点お話しします。1つ目は、これから発表する順位にとらわれず、ご自身の立場や使っているアプリや環境に合わせて適切な対応をとってください。2つ目、今回ベスト10に入らなかった脅威もあります。紹介されなかったからといって対策をしなくていいわけではありませんので注意してください。3つ目、攻撃者は古くからある基本的な手口を使ってきます。使ってくる手口を5つに分類し、情報セキュリティ対策の基本と目的をまとめたものがこちらです。使っているソフトを最新の状態にしておく。ウイルス対策ソフトを使う。簡単に予測できるパスワードは使わない。使用する機器はきちんと設定する。メールやショートメール、電話などで騙されないなど、基本的な対策をしっかりしておきましょう。脅威は、家庭でスマホやパソコンを利用する人を対象とした個人と、企業などで働く人を対象とした組織の2つに分けて、それぞれ10個ずつ挙げられています。まずは個人の10位から1位までを紹介した後、組織の10位から1位まで紹介させていただきます。ではまず個人の脅威から始めていきます。10位はインターネット上のサービスへの不正ログインです。括弧書きで書いてあるのは去年の順位で、去年は8位でした。インターネット上のサービスへ不正ログインされ、金銭や個人情報等の重要情報が窃取される被害が確認されています。別のサービスと同じ ID やパスワードを使い回す利用者を狙ったパスワードリスト攻撃による不正ログインが行われています。また、不正ログインで得た情報を利用してさらに被害を拡大させる恐れがあります。9位は不正アプリによるスマートフォン利用者への被害です。スマートフォン利用者が不正アプリを意図せずインストールし、スマートフォン内に保存されている重要な情報が窃取されたり、一部機能を悪用されたりする被害が確認されています。公式マーケット上に不正アプリが公開されているケースや、有名企業等に成りすましたメールやショートメッセージサービスが届き、不正アプリのダウンロードサイトに誘導されるケースもあります。8位は、偽警告によるインターネット詐欺です。PC やスマートフォンの利用者に対して、インターネット閲覧中に突然、ウイルスに感染しています、等の偽の警告画面を表示して、不要なソフトウェアをインストール、及び購入させたり、攻撃者が用意したサポート窓口に電話をかけさせて、サポート契約を結ばせたりする被害が発生しています。偽警告は利用者の不安につけ込む手口であり、表示されても慌てず冷静に対応する必要があります。7位はインターネット上のサービスからの個人情報の窃取です。ショッピングサイト、EC サイト等のインターネット上のサービスへ脆弱性等を悪用した不正アクセスや不正ログインが行われ、サービスに登録している個人情報等の重要な情報を窃取される被害が発生しています。窃取された情報を悪用されると、クレジットカードの不正利用等の二次被害につながります。6位はインターネットバンキングの不正利用です。フィッシング詐欺やウイルス感染により、インターネットバンキングの認証情報を窃取されることで、被害者のアカウントから不正な送金が行われたり、不正にサービスを利用されたりする等の被害が確認されています。2020年は決済サービスを悪用して別の銀行へと不正送金される被害が発生し、多くのサービス利用者、銀行が影響を受けました。5位はクレジットカード情報の不正利用です。
キャッシュレス決済の普及に伴い、クレジットカードの利用機会が増えています。さらに、スマートフォンを使った決済サービスも登場し、様々なデバイスからクレジットカードが利用されています。一方、そのクレジットカードを狙ったフィッシング詐欺、ショッピングサイトの改ざんによる偽決済画面への誘導等により、クレジットカード情報が詐取され、攻撃者によって不正利用されるという被害が発生しています。4位はメールや SMS 等を使った脅迫、詐欺の手口による金銭要求です。個人の秘密を家族や知人にばらすと脅迫したり、身に覚えのない有料サイトの未納料金を請求したりするメールや SMS を使った詐欺による金銭被害が発生しています。公的機関を装った偽の相談窓口に誘導するといった手口もあります。3位はネット上の誹謗・中傷・デマです。インターネットの匿名性を利用して、特定の個人や組織に対して誹謗・中傷したりデマを発信する事件が発生しています。誹謗・中傷やデマの対象となった被害者は、精神的苦痛に苛まれたり、業務妨害の被害を受けたりします。また、すでに発信された情報を転載した発信であっても、それが誹謗中傷やデマであれば、転載して発散したものも社会的責任を問われる場合があります。2位はフィッシングによる個人情報等の詐取です。フィッシング詐欺は、金融機関、ショッピングサイト等の実在する有名企業を偽るメールを送信し、偽のウェブサイトへ誘導することにより、銀行口座情報、クレジットカード情報、ID、パスワード、氏名等の重要な情報を詐取する詐欺です。詐取された情報を悪用されると金銭的な被害が発生することもあります。1位はスマホ決済の不正利用です。昨年に続き1位となりました。近年のスマートフォンの普及に伴い、2018年頃よりキャッシュレス決済の一つであるスマートフォンを利用した決済、スマホ決済が登場し、その後、スマホ決済を使った各社のサービスも登場し、その手軽さから普及が進みました。一方、利便性の反面、第三者の成りすましによるサービスの不正利用や、連携する銀行口座からの不正な引き出し等も確認されています。個人に対する脅威は以上です。続いて、会社など組織に関する脅威も10位から順に紹介していきます。10位は脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加です。ソフトウェアの脆弱性対策情報の公開は、脆弱性の脅威や対策情報を広く呼びかけるメリットがあります。一方、その情報を攻撃者に悪用され、当該ソフトウェアに対する脆弱性対策を行っていないシステムを狙った攻撃が行われています。近年では脆弱性情報の公開後、攻撃コードが流通し、攻撃が本格するまでの時間が短くなっています。9位は不注意による情報漏洩等の被害です。組織において情報管理体制の不備や情報リテラシーの不足等が原因となり、個人情報や機密情報を漏洩させてしまう事例が2020年も引き続き数多く見られました。特にテレワークの導入等で働く環境が変化している今、状況に応じた対策が求められています。8位はインターネット上のサービスへの不正ログインです。組織が利用している、または提供しているインターネットサービスに対して、不正ログインが行われ、顧客情報やサービス利用者の個人情報等が窃取されたり、不正に操作されたりする被害が発生しています。不正に入手された ID とパスワードを使われ、正規の経由でログインされた場合、そのアクセスが正規のアクセスなのか、不正アクセスなのかを判断することは難しく、知らぬ間に被害が拡大してしまう恐れがあります。7位は予期せぬ IT 基盤の障害に伴う業務停止です。組織がインターネット上のサービスや業務システム等で使用しているネットワークやクラウドサービス等の IT 基盤に予期せぬ障害が発生し、
長時間にわたり利用者や従業員に対するサービスを提供できなくなるケースがあります。IT 基盤の停止はシステムの可用性を侵害する情報セキュリティリスクであり、IT 基盤を利用している組織の事業に大きな影響を与える恐れがあります。6位は内部不正による情報漏洩です。組織の従業員や元従業員等、組織関係者による機密情報の持ち出しや悪用等の不正行為が発生しています。また、組織の情報管理のルールを守らずに情報を持ち出し、さらにはそれを紛失し、情報漏洩につながることもあります。内部不正は組織の社会的信用の失墜、損害賠償による経済的損失等により組織に多大な被害を与えます。5位はビジネスメール詐欺による金銭被害です。ビジネスメール詐欺は巧妙な騙しの手口を駆使した偽のメールを組織、企業に送りつけ、従業員を騙して送金取引に関わる資金を詐取する等の金銭被害をもたらすサイバー攻撃です。2020年は感染症に関わる内容が含まれたビジネスメール詐欺が確認されています。4位はサプライチェーンの弱点を悪用した攻撃です。原材料や部品の調達、製造、在庫管理、物流、販売までの一連の省流、およびこの省流に関わる複数の組織群をサプライチェーンと呼びます。このサプライチェーンの関係を悪用し、セキュリティ対策の強固な企業を直接攻撃するのではなく、その企業が構成するサプライチェーンのセキュリティが脆弱な取引先等を標的とする手口があります。取引先が攻撃されると、取引先が保有する企業の機密情報が漏洩したり、取引先を足がかりとされ、本来の標的である企業が攻撃されたりする被害が発生します。3位はテレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃です。2020年は感染症の世界的な蔓延に伴い、政府機関から感染症対策の一環として、日本の組織に対してニューノーマルな働き方の一つであるテレワークが推奨されました。組織のテレワークへの移行に伴い、ウェブ会議サービスや VPN 等の本格的な活用が始まった中、それらを狙った攻撃が行われています。2位は標的型攻撃による機密情報の窃取です。企業や民間団体、そして官公庁等、特定の組織から機密情報を窃取することを目的とした標的型攻撃が継続して発生しています。攻撃者は、感染症の拡大による社会の変化や、それに伴うテレワークへの移行という過渡期に便乗し、状況に応じた巧みな手口で金銭や機密情報等を窃取します。1位はランサムウェアによる被害です。ランサムウェアとはウイルスの一種で、PC やサーバー、スマートフォンがこのウイルスに感染すると、保存されているデータが暗号化されて、利用できなくなったり、画面がロックされて端末が利用できなくなったりします。そして、それを復旧することと引き換えに金銭を要求される等の被害が発生しています。また、データの暴露を行うと脅迫され、金銭の支払い有無に関わらず、データが暴露されてしまったケースが近年発生しています。いかがでしたでしょうか？この動画を情報セキュリティ対策への取り組みに役立てていただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは今回のようにセキュリティに関する情報だけでなく、Wi-Fi ルーターや Windows、Office の使い方など IT 初心者から中級者向けにお役に立てられるような動画を配信しています。皆さんの役に立つ情報を配信していますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また動画配信します。お楽しみに。